皆さんこんにちは、ハワイケイスケです。本日2024年4月10日21時49分。ちょっと先ほど、パソコンで、武田恒康さん経由で佳子さまに会えないかなと思って、お問い合わせのところで、文章を記載していたところです。で、この間の選抜高校野球の決勝で、隣に老人男性の方がいましたけども、もうこれ佳子様へのメッセージなんですけども、これね、僕の記憶が混同してるのか、女子高校野球のその大会っていつからありましたっけ？で、昔はどうでしたっけ？確かね、オリンピックで金メダルを女子がソフトボールで取った時があったと思うんですけども、その辺のところからの話でいくと、女子の高校野球ですし、そのあたりのメンバーが誰か、開催地が東京であれば東京都在住の人が、そこで佳子さまの隣でこう解説してあげたらよかったんじゃないかなと思うんですよ。で、もともとそういうふうなことを言ってたような気もするんですけども、佳子さまが見に行かれたのって今回でこれ2回目でしたっけ？もともと誰が行ってましたっけ？いろいろこうパソコンで打ち込んでいて、で、先、プロ野球の結果を見たときに、ここにもまだほうれい線が入ったんですけども、もう今日はもう、ある意味もうしょうがないと思って、もうパソコン売ってたんですけども、ワードの方です。で、その件のこともちょこちょここう思い出しながら、いや、これね、だからなんかこうタイミング的にも昔もなんかこんなことあったんじゃないかなって思うんですよ。ちょうど今年がパリオリンピックでしょう。自然と自分が言うようにこうなんかセットされてるというか、仕込まれてるというか、なんかね、もう顔がこれ言うためにスポーツ関係の方でこう顔を持っていかれてるのか何なのか、ちょっと僕もよくわからないんですけども、2回目で本当にいいんですよね。その野球の決勝戦、夏は誰が行ってたんでしたっけ？いや、もうね、テレビのニュースでその台湾のカレン県の地震も、あれだいぶ前の映像が出て混ざってるんですね。で、もうほぼほぼだいぶ前の地震のことを放送してるんだろうなとは思うんですよ。最近起きた地震プラス昔の映像をプラスしてるのか、ちょっとね、もう僕もテレビ局のしてることがあんまりにもちょっともちゃくちゃすぎて、ちょっとね、もう何がどうだったかのところで、なぜこんなややこしいことをしてるのかなという部分ですね。その翌日に、この話はちょっと置いときましょう。今地震のその映像のことでね、気づいたことを言おうとしたんですけども、それはもうちょっと置いときますので、隣に座るんだったらだと思いますよ。性質としてソフトボールは野球とほとんど同じようなものですから、その当時日本の金メダルを獲得した時の、その前の時の大会からそうだったような気もするんですけども、上野由紀子っていう投手の人がいたじゃないですか。あの人が、球速はすごく速かったんですよ。ソフトボールの場合、バッターボックスとの距離が近いので、バッターボックスに立ってみた時の体感速度を野球に直して換算すると160キロぐらいの間隔のボールなんですね。で、当時の日本女子代表は、強かったと。それで、
もうほとんど守備とか打撃に関してはもう、その辺はもう野球とほぼほぼ同じですから、まあ打撃の方はちょっとボールの質が違うので、まあその辺のところはまあ、まあ高校生の方と大人の人と筋肉のつけ方云々とかで、まあ腕プッシュとかやっぱりその金メダルを獲得した時の、日本の、女性代表のチームの人たちはやっぱり腕太いですね。しっかりと体鍛え込んでいています。だからやっぱり打球も、遠くまで飛びますし、ホームランも、結構出てったと思いますよ。2本の方が多かったですよね、アメリカよりも。だから、まあ、その辺のところはね、まあ、死んで捉えなかったらの部分とかもあるんですけども、まあ、女子高校野球って最初誰が解説席とかでいましたっけ？テレビで扱われてなかったんでしたっけ？佳子さんはここ最近2回見に行かれてでしたっけ？最初はもうね、その、まあ、上野由岐子とか、その時のあのメンバー、上野由岐子のその、まあ、全盛期の頃に金メダル取れたのかな、取れなかったのか、取れたような気もするんですけど、どうだったかな。まあ、銀もあったし、金2回ありましたっけ。まあ、ソフトボールのところはね、まあ、かなり僕の方も対応、力入れてましたね、その辺のところは。でも今日の試合なんかは、プロ野球で言うと、やっぱり僕が応援、まあ、していた、横浜 DeNA と阪神タイガースが負けてる横浜に関しては5点差をつけられてる。まあ、誤りの失点、5失点の方ですね。で、阪神タイガースも6対2で負けてるんですけども、まあ、1イニングで5点取られてるんですけども、そのあたりも誤りの失点みたいな部分ですね。で、ただし、パ・リーグに関しては、ロッテとオリックスが、まあ、延長戦で勝ってると思います。最終的にスコア的に10回の裏のところまで来た時点で1点リードぐらいだったと思います。先ほど確認したんですけど、時刻的に、そんなに大量得点じゃないので、もう試合終わってる頃だとは思うんですけども、今日もね、もう、もう朝からすごく体が気だるくて、なんて言ったらいいんですかね、空は晴れてるんですけども、まあ、いろんなところでちょっと、その絶望感みたいなところで、その心が折られてるような状態に、まあ、ちょっと近いような状態で、だから18時の試合始まる前から、もう眠たくなっていて、で、かといって横になって寝れるわけでもない、で、もう試合の勝ち負けにもう取り組めるような、状態ではないので、まあ、とにかく横になっていたというような状況ですね。で、まあ、晩ご飯の前の時間帯に外お買い物ある、まあ、買い物行ってで帰ってきて、で、それからパソコン、ワード打ち込んでと、まあ、そういうふうな状況ですね。ちょっと平気そうには話はしてるんですけども、まあ、気持ち的にはね、まあ、もう限界だいぶ前から来ていて、で、そういうふうな、そのことを、早く解決しなければならない。で、結婚問題のことだと。片や今日、だからその試合を取り組む、勝ち負けを取り組むのところで、そのテレビを見て、スポーツの勝ち負けに取り組めるような状況でもなかったっていうのは、もう正直な感想ですね。まあ、体調不良と言ったらいいかもしれないですね、表現するのであれば。まあ、佳子様へのメッセージと、まあ、プロ野球界の人たちへのメッセージ、まあ、両方みたいな形で、まあ、表記しておこうかなとは思っています。以上です。